Good afternoon, everyone, and welcome to the Japan Travel Awards 2023 Award Ceremony. 皆様、大変お待たせいたしました。Japan Travel Award 2023 Award Ceremony へようこそ。箱根丸山物産、有限会社箱根丸山物産。箱根にある寄木細工の工房専門店です。江戸時代から続く伝統工芸の制作過程を目の前で見たり、からくり箱の制作体験ができ、大人も子どもも楽しめます。伝統工芸をより多くの人に楽しんでもらうため、バリアフリー化、手話での説明動画を制作するなど、積極的にインクルーシブな取り組みもしています。まずはアクセシブル部門の発表です。アクセシブルツリーズムに対して深い理解を持ち、最もアクセシブルな体験を提供している感動地に贈られます。誰もが快適で楽しく旅をするようなコンテンツも評価の対象です。そこの、アクセシブル部門の受賞者を発表していただくのは、障害のある訪日外国人のために日本の観光情報を発信するウェブサイトアクセシブルジャパンや、世界中の旅行者向けのアクセシブルツーリズムフォーラム旅フォークを運営しているグリズデールバリージョシュアさんです。ジョシュさん、よろしくお願いします。ジョシュ、Let's hear from you。 よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。ジョシュと申します。アクセシブルジャパンというホームページを経営しています。そのホームページは2つの目的があります。1つの目的は、日本に生きるよっていうこと、簡単なメッセージなんですね。たくさんの障害を持っている人が、まだまだ日本はバリアフリーの旅行先じゃないと思ってしまってます。あまりバリアフリーの情報は発信されてないので、いけないんじゃないかと思ってしまってるんですね。それは違っていきますよと伝えるためのホームページです。もう一つの目的は、行こうと思っている人には、正しい最近のバリアフリー情報を提供して、そのよりスムーズに、生きるために生きるようなことを伝えています。世界には、大体、10億人ぐらいが障害を持っています。それは大体人口の 15% になってますね。でそれは2050年に、同じように、10億人の高齢者がいますね。それは、障害者と違いますけど、大体同じニーズが必要になりますので、その人たちも旅行したいんですけど、まだまだニーズがあります。そういう人たちはどういう旅行をしたいでしょうか。それは特別の扱いの旅行じゃなくて、みんなと同じように日本に来て和食食べて、日本らしい宿泊して、そして伝統的な、文化的な経験もしたいんですね。でも残念ながらまだまだバリアが残ってます。それでやりたいことはできない時がすごく多いんですね。今年のエントリーの中では、たくさんのいいところあったなと感動しました。もう常に、バリアフリー化しようとしているところはあったりして、そして情報も発信した方がいいですよとアドバイスをもらったときに、すぐにホームページに、反映しました。私に特に心に刺さったのは、伝統的っていう言葉ですね。私にとって伝統的にはすごくトラウマで嫌な言葉ですね。それは硬くて硬いやり方があって、そして多分場所的には車椅子で行けない場所でしょう。この私の障害を持っている手でできないことでしょう。ある意味場外っていう意味ですね。でも今年の、重症者が、違うよと伝えてくれました。それは、物理的な、スロープとか、補助をしたりして、バリをなくしたりとかすることだけじゃなくて、手話の、案内とかまでにやってくれてました。それで伝統的はやっぱり伝わるですね。それ伝わって次のたくさんの人に伝えたいっていう意味です。でそれで、硬いやり方だけじゃなくて、柔軟性もあります。そして場外じゃなくてインクルーシブは本当の伝統的な文化だと思います。それでは今年の受賞者が
箱根丸山物産です。おめでとうございます。箱根丸山物産の皆さん、おめでとうございます。 What an incredible achievement. Today we have Wakui san from 箱根丸山物産。 Wakui san、 本日はいらっしゃいますか？あ、はい。あ、今のお気持ちを聞かせていただけますか？聞こえますか？こんにちは。聞こえます。あ、はい。この度、名誉ある賞をいただきありがとうございます。で、弊社では、切れ手や段差の多かった店舗前の歩道や、駐車スペースの整備や、あと自動ドアの改修ですね、などお客様から声をいただき、お客様が利用しやすいように環境づくりを行ってまいりました。引き続き日々そうした取り組みを模索してまいりたいと思っておりますので、今回ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。We hope that this award will inspire others to follow suit. 丸山物産からインスピレーションを得て追随する地域や事業者が増えると嬉しいです。アクセシブルな取り組みって、障害を持つ方々だけではなくて、シニア世代、子育て世代、そして、大和とか、佐川の配達の人とかですね、あとはスーツケースを持つ外国人観光客、そういったすべての人々にとって嬉しいことかなと思います。なので、今後アクセシブルな取り組みが観光のスタンダードになっていくべきじゃないでしょうか。ぜひ皆さん、よろしくお願いいたします。和久井さん、そして箱根丸山物産の皆様、本当におめでとうございます。ありがとうございます。伝統はインクルーシブになれるっていう大変素晴らしい事例を見させていただきました。本当にありがとうございます。私たちもこうして日本全国を行くと、いろんなところに行きますと、本当にもう古いから、もう昔からあるので、ちょっと変えるのは難しいって、ね、よく聞く言葉です。それを違いますよって言ってくださったのが箱根丸山物産です。本当に感謝しています。ありがとうございます。グランプリの発表に移りたいと思います。Before we announce the winner, please allow us to introduce some comments from our judges. それでは、受賞者の発表に先立ちまして、審査員の方々から受賞の決め手となったコメントを紹介いたします。 Tradition, not just for the sake of tradition, but for the betterment of society, is a great goalAnd highly commendable. 伝統のための伝統ではなく、社会をより良くするための伝統は大きな目標であり、高く評価できるものです。They refuse to say, sorry, we can't change because it's tradition. Instead, they move tradition forward and are adapting to a changing society. すいません、伝統なので変えられませんというのではなくて、伝統文化を未来へ前進させています。A great example of how tradition can be inclusive.伝統もインクルーシブになれるということを示す素晴らしい例です。それでは発表します。The winner of the Japan Travel Awards 2023 is 箱根丸山物産です。おめでとうございます。おめでとうございます。丸山物産、箱根丸山物産が、今年のグランプリとなりました。おめでとうございます。すいません、和久井さん、もう一度ご登場いただけますか？ちょっと今日、皆さん参加者の方々には事前にご連絡をしていて、いたんですけども、今回この取り組みを一生懸命されている、社長の丸山さんがですね、ちょっと取材対応ということで今回は出られなかったんですけども、和久井さん、代わりに一言いただければと思います。はい、こんにちは。アクセシブル部門に続き、グランプリいただきましたこと、本当にありがとうございます。で、ちょっと弊社代表に代わりまして、一言申し上げます。で、本当、この度のご評価の中で、ダイバーシティや、LGBTQ、さまざまな、時代成長の上で、観光も変化しながら、日本伝統工芸の箱根寄木細工をより一層多くの方々に伝えて、箱根の礎としてプライドと、そして何より真実を重んじ、より一層の努力をして邁進いたします。では、2025年にはデフリンピック
の開催も決定していますので、手話や電子機器を取り組んだ、用いた円滑なコミュニケーションをですね、引き続き取り組みたいと思います。今後とも本当、我が箱根寄せ代行をご自宅のほどよろしくお願いいたします。この度はありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、そしておめでとうございます。ありがとうございます。どうぞ。本当にバリアフリーが一生懸命されていますし、でも建物だけじゃなくて本当に、行ってみて、みんなが同じように楽しめるようなさまざまな工夫をしていらっしゃることが本当に素晴らしく思ってますし、本当に素晴らしい事例になりました。で、日本ではやはり伝統工芸、なかなかこう次世代に継ぐことがこう課題に感じていらっしゃる事業者の皆さんは多いと思いますけれども、やはりインクルーシビティを取り入れたことによって本当により多くの人に、届けられるっていうことが今回示してくださいましたので、本当にこれがいい事例として皆さんぜひ真似していただければと思っています。ありがとうございました。はい、何かコメント、ジョッシュさんもそうだし、佐藤さんもコメントの中でありましたけれども、やっぱ伝統工芸イコールアクセシビリティじゃない、それって一部の人にしか届いてないっていうことなのかなと思います。で、日本だと伝統工芸というとどこか聖域的な部分があって触れにくいところがあるように感じてるんですけれども、伝統としてやっぱり何世代も先に残していくためには一部のコアファンだけではなくていろんな人に受け入れられる必要がありますよね。で、いろんな人に受け入れられるためには逆にそのいろんな人を受け入れていかなきゃいけない。それをしっかりと形として、推進していただいてたのが丸山物産だったのかなと思いました。で、日本の観光資源として伝統的なものっていうのはこれからもどん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 重要になっていくかと思うんですけども、そこを変えていく、そんな勇気が今の日本に求められていると思います。ぜひぜひ皆さんも真似していただいて、やっていただければと思います。丸山物産の皆さん本当におめでとうございます。これからもますますの進化を楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。